じゃあ。よろしいですね。本日はご参加いただきましてありがとうございます。早速ですが、今画面に映っておりますアンケートにお答えいただければ幸いです。これ映ってますよね。映ってます。デスクトップ全体が映ってますけど。あ、マジですか。いや、はい、すいません。こちらのアンケートにお答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。では、開始までしばらくお待ちください。じゃあ始めましょうか。はい、皆様こんにちは、お忙しい中お時間いただき、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。こちらのセッションは、サイエンスアゴラ2021社会に役立つ集合知メカニズム、ライブ配信です。2時間の間お楽しみいただければ幸いです。私は、株式会社インサイトファクトリーの小野と申します。青山学院大学の杉内翔太さんと一緒に司会を務めます。よろしくお願いします。お願いします。それでは、あれ、切り替えがうまくいかない、ちょっと待ちください。すいません。少々お待ちください。あれ、合わない。ごめんなさい。すいません、全画面できない。と、それでは、本日のプログラムです。まず、3人の、集合知を研究しておられる3人の、方に、お話をいただきます。これが3時台第1部です。で、ちょっと休憩を入れまして、4時頃から第2部としまして、デモンストレーション、体験してみよう経済実験ということで、経済実験のデモンストレーションをいたします。ぜひ、積極的なご参加をお願いいたします。4時半頃からはディスカッションとしまして、会場の皆様、と一緒に、いろいろディスカッションできればと思います。こちらもぜひ積極的なご参加をお願いいたします。なお、一応5時で終わりということになっておりますが、5時以降もですね、関係者残っておりますので、こちらでなんかオフレコトークとかもできれば幸いです。もし お時間が許しましたらお付き合いください。突然ですが、以下のアンケートにお答えいただければ幸いです。これは3人目のにお話をいただく、石川さんの、ご発表の中で結果をご紹介いたします。こちらの QR コードないし URL から、アンケートにお答えいただければ幸いです。ちょっと慌ただしいですが、ぜひご参加いただければと思います。この QR コードはまた移ります。 あとチャットにも書き込む見ますね。はい。司会からいくつかお願いとお知らせです。まず、講演者やパネリストに対する質問やコメント大歓迎です。ぜひ、積極的に、質問やコメントをいただければと思います。方法は2つあります。1つは、Zoom のチャット機能をお使いいただければと思います。Q&A ではなくて、チャット機能の方をお使いいただければと思います。この場合は、ご質問いただく場合はですね、どなたに対するご質問かというのを明記していただけると答えやすいと思います。また、時間の都合で全てのご質問にはお答えできないかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
2つ目の方法は、4時半ごろから始まるディスカッションで手を挙げていただくという方法です。こちらでも、ぜひよろしくお願いします。なお、チャットに書き込んでいただいた場合は、あなた の, あの、ご自身のお名前が表示されます。これを避けたいという方は、Zoom 上のお名前をニックネームなどに変更していただければと思います。パソコンの場合ですと、画面下部の参加者をクリックして、自分の名前にカーソルを合わせると詳細というのが出てきますので、こちらから名前を変えることができます。また、17時までの内容は、ディスカッションを含め録画され、後日、サイエンスアゴラ事務局の方から公開されるというふうに聞いております。こちらもぜひご了承ください。それでは、第1部、講演を始めたいと思います。最初のご発表は、お話は、経営工学の立場から集合知について研究しておられる水山はじめさんです。では水山さん、よろしくお願いします。はい、ではちょっと画面をいただきますね。あれ、ごめんなさい、焦ってしまいました。よし、これで。はい、では改めまして、本セッションにようこそおいでくださいました。私は青山学院大学理工学部経営システム工学科の水山と申します。第一部3つの講演のうち の1つ目として、まあ、前座としてですね、集合知メカニズムへの招待というお話をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、本題に入る前に、このセッション誰が企画しているのかということですが、サイエンスアゴラのホームページにも挙げさせていただいておりますけれども、こういったメンバーで進めさせていただいています。で、私、ここにいるんですけれども、2つ目3つ目 の講演を西野さん、石川さんにやっていただきます。で、今司会してくださってたのが大野さんで、唐沢さんはこの後第2部のパネルディスカッションに登壇していただきます。そういった、まあ、私ども の講演やディスカッションを裏で、指揮してくださっているのが杉之内さんというメンバーです。よろしくお願いします。で、このメンバー何なのかということなんですけども、集合知メカニズムのメンバーなんですね。集合知メカニズム研究会のメンバーなんですね。集合知メカニズム研究会というのは、まあ、他にもメンバーの方おられるんですけれども、その中で、まあ、共通合なこの6人でこのセッションを進めさせていただいております。この研究会は日本経営工学会の研究プロジェクトとして活動しておるものです。で、振り返りますと2009年度から活動してたんですね。で、当初予測市場と集合地活用研究部会という名で進めてたんですけれども、2013年度に、スコープを予測市場から集合地メカニズムに少し広げて、活動を発展的に継続、現在に至るという集まりになります。で、まあ、集合地メカニズムという言葉がこの今日のセッションの主題になってるんですけれども、まあ、少し聞き慣れない言葉かもしれません。私の最初のお話では集合知メカニズムって何なのかっていうことについて少しイメージを持っていただけたら、まあ、成功かなと思っております。この言葉は私どものこの集合知メカニズム研究会 のメンバーの一人でもある、まあ、駒澤大学の山口先生が最初に使い始められたのかなと僕の記憶では考えております。そういう意味では、まあ、私どもの造語だということでもあるのですけれども、それについて、イメージを持ってもらいたいというのが私の話す部分の目的となります。まあ、ざっと一言でまとめますと、集合知メカニズムといいますのは、ここにありますように、分散したままうまく活用されずに眠っている知識のかけらの集約ですとか、そうした知識の好循環を実現するためのメカニズムだというふうに考えています。まあ、もうちょっと具体的にイメージを持っていただくために、まず最初に私どもが注目した集合知メカニズムの一例である予測市場のイメージから見ていけたらと思います。
で予測市場って何なのか、まあ、聞かれたことがある方も、今日お聞きの皆さんの中にはたくさんおられるかと思いますけれども、市場のメカニズムを分散した知識のかけらを集約する装置として利用する仕組みというふうに言えると思います。まあ、市場メカニズムというのは通常、財ですね、財のパレート最適な分配を実現するための、まあ、装置として、まあ、人々が使っているものだと、まあ、固く言えばいうことになるんですけれども、誰がどんな財をどれぐらい欲してる、それにどれぐらい価値を見出しているということを考慮して、なるべく適切な財の分配を市場メカニズムは自動単自動的に実現してくれるわけですが、その裏で知識や情報の処理をやってるはずなんですね。でその知識や情報の処理の部分を表に取り出して、そっちをメインに使うっていうのが予測市場の考え方だというふうに言えると思います。まあ、代表的な使い方の例として、選挙の結果を予測する、そのために市場メカニズムを使うというやり方がありますので、それをちょっと見ていただきましょう。でこういう形で市場メカニズムを使って選挙の結果を予測することができますよという話です。事前に選挙に出ている候補者の方 A さん B さん C さんそれぞれについて候補者証券というのを作ります。この証券は、事後的にもしその人が選挙に当選すれば一定額の事後配当がもらえるような、まあ、賭け証券だと考えてください。でこれを市場で流通させるわけですね。で当選した人には例えば 1枚持てると100円もらえると。でこの候補者は多分当選しないだろうと思うと、そんな紙には価値がないから売るわけですよね。で逆にこの人はほぼ当選するだろうと思ったら、80円ぐらいでも買って100円を儲けようとするわけですよね。というように市場取引の中で価格がついていって、最終的に出てきた市場価格が当選確率の分布になっているというような仕組みです。まあ、こういった仕組み、まあ、実際には賭けなので簡単に実際にやるということはできないんですけれども、仕組みとしてはすごく面白いと思うんですよね。でこういう仕組みは実は単純化するとスコアリングルール、プロパースコアリングルールの動的な適用だとみなすことができるよとハンソンさんという経済学者の方が指摘しました。どういうことかというと、市場に参加してくれているそれぞれの人は自分自身の予測というのを持っています。で予測を何かに使いたいっていう第三者の人がここにいるとしますよね。でこの人は何も知らないんで、知ってる人から知識を吸い上げてみんなの持ってる予測を集めてきて、これを使って何か、まあ、やりたいということなんですけども、そのために皆さん、この左側にいる皆さんから予測を集めてきて、それを使えるようにしたいということですが、この皆さんは自分の予測を出してくれるとも限らないし、出してくれたとしても正直に自分の思った通り答えてくれるとも限りません。ということで、まあ、何を考えるかというと買い取るわけですよね。出してくださった予測に対して何か見返りを返します。でその時の見返りの返し方によって、予測、自分の持っている予測に正直に予測を提出した方が自分にとって得だっていう状況が作れれば、皆さん正直に返してくれると、まあ、そういう配当の計算方式のことをプロパースコアリングルールと言うんですが、予測市場というのは単純化するとこれを動的に適用していることに同じだというふうにハンソンさんが指摘しました。っていうのが、まあ、予測市場の話なんですけど、これを一般化したのが集合値メカニズムだと私どもは考えています。で多くの人がそれぞれその人たちしか知らない世の中に分散した知識があると。でそれを集めて使いたい人がここにいたときに、何らかの形で、それを集めてきて使えるようにした。ただし、まあ、何もしてないと分散値を提供してくれるとも限らないし、提供してくれたとしても正直に提供してくれるとは限りません。なので、まあ、アクションに応じて何らかのリワードを返すことにして、分散値が適切に伝わるような形のアクションを引き出そうということです。まあ、これが、まあ、予測市場やプロパースコアリングルールを一般化した分散値を集めて集合値を作るという枠組みということになるんですが、この部分を見ていただくと、
多くの人が何らかのアクションをとって、そのアクションに応じてリワードをもらう。で、リワードは自分一人のアクションだけじゃなくて他の人のアクションにも応じて決まってくるというこという形になってます。要するにこれゲーム理論でいうところのゲームになってるんですね。なので多くの人に、一般化するとゲームだというふうに捉えられるような環境の中で何かアクションをしていただいて、その結果を集約して、知識を作ろうと。で、その時に、なるべく豊かな知識がここに集まってくるようにしたい、なるべく豊かな集合知にが得られるようなゲームを設計したいという話が出てきます。で、ゲームを設計する、目的に応じたゲームを設計するっていう、ゲームを作るっていう理論のことを逆ゲーム理論と呼んだりするんですけれども、まあ、それが、まあ、メカニズムデザインと呼ばれるわけです。で、これが私どもが集合知メカニズム、集合知メカニズムと呼んでる時のメカニズムの意味になります。というようなものを、いろんな場面に使っていきたい。で、そのために必要な理論を研究したり、応用について研究したりしているのが私どもの集合知メカニズム研究会です。今日のセッションでは、その活動の一端をちょっと見ていただいたり、私どもが興味を学術的な意味で持っている集合知メカニズムについてイメージを持っていただいて、応用策について一緒に考えていけたらなと思っています。で、集合知メカニズム、どういうところに役立つかということですけれども、今ご説明したように、まず、左この辺にいつもいた人、人から知識を集めて、それを使いたいという、その知識、外的な知識利用者にとってのメカニズムだという捉え方が一つあります。しかし、もう少し広く考えると、社会の中で我々は知識を提供する側になることもあれば、それを知識を提供してもらって、それによって、賢く行動する側になることもあります。社会の中で知識がうまく、循環するような、仕組みを作るということも、まあ、集合知メカニズムの、一つの役割になると思います。ということで、集合知メカニズムってどういうものか少しイメージ持っていただけましたでしょうか。持ち時間もオーバーしているので、そろそろ巻かないといけないんですけども、この後の予定です。まず、講演2では、みんなのレビュー評価は適切な購買行動を導くかというタイトルで、先ほどのその社会の中で知識がうまく循環するかっていうような概念をオンラインショッピング の、 口コミ の、 文脈で分析してくださった内容を話していただくことになると思います。で、講演3ではより良い顧客満足度調査を求めてということで、先ほどプロパースコアリングルールのところでは正直に答えてもらうために事後的な正解を使ってたんですけども、事後的な正解がない状況って特に、まあ、市場調査なんかの例なんかでも典型的なんですけれどもよくあります。で、そういう場合でも どうにかして正直に引き出せない、正直に情報を引き出せないかということを3つ目の講演では石川さんの方で報告していただきます。それらの講演の後、実際に集合知を集める実験もやってみたいと思いますので、ぜひ最後までご参加いただけたらと思います。はい、以上で私の講演とさせていただきます。ありがとうございました。水山さん、ありがとうございました。はい、講演者へのご質問やコメントはぜひチャットでお願いいたします。また事前アンケートを行っております。ぜひ、ご回答いただければ幸いです。それでは、2人目のお話です。サービス工学の立場から集合知を研究しておられる西野成明さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。画面は見えてますでしょうか。はい、見えてます。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。それでは私からはですね、みんなのレビュー評価は適切な購買行動を導くかというタイトルでお話しさせていただければと思います。もうすでに水山さんの方からですね、イントロ的なものが紹介されましたが、ちょっと詳しめに説明します。ひょっとしてタイトルと水山さんのお話、ご紹介を聞く限りにおいて、リアルなデータを使って分析するの、そういうお話が聞けるのかというふうに想像された方もいらっしゃるかもしれないんですが、もっと理論的にかつ抽象化された局面で本当にどういうふうに
そのメカニズムが機能するのかってことを見ていこうとしている、まあ、研究の一つですね。それをご紹介したいと思います。で、まあ、その前に、自己紹介を少しさせていただきますけれども、まあ、私は、現在は今東大の、工学系研究科技術系戦略学専攻というところに所属しています。それで、まあ、ご紹介にありました通り、まあ、メインでは、まあ、サービス工学という分野でサービスをどう設計するかみたいなところを、まあ、科学的に追求するというような研究をしているんですが、実はこれまでにもかなり広くですね、分離融合で領域横断的な研究を進めていて、まあ、実験経済学とか、まあ、ゲーム理論、マルチエージェントシステムあたりの、アプローチを使って、まあ現実のいろいろな問題に取り組むということをしています。で、まあ、対象はなのでこういう形で広くてですね、で一方で方法論はこういう3つの柱をうまく使って現実の問題をこう理解したりですね、 あるいは新たなこう設計へつなげたりというような研究をしてですね、まあ、特に最近ではこのサービス工学っていうところをちょっと推してるんですけど、まあ、私自身がこう、サービス工学の立ち上げから関わったわけではないんですが、私はむしろ、アリューでこういう経済学とかですね、いろんなこう知見を分離融合で、応用しながらサービス工学という分野に貢献していきたいなというふうにやってる研究者です。はい、紹介が若干長くなりましたね。それでは中身に入っていきたいと思います。で、もう皆さん、こう日々生活をされていると、もう至る所でこういうカスタマーレビューっていうのに、出会うかと思います。まあ、左に、こういう有名なものを書いていますが、まあ、Amazon で、皆さんたくさんものを買うと思いますけれども、やはりですね、こう他人のレビューを見てですね、これは、良さそうなのかどうか。で、例えば食べログだったら、あのレストランは美味しいのかどうかと。ということをレビューを見て評価されることが、まあ、ほとんどじゃないかなと思います。で、こういう今やこう必要不可欠なわけですね。で、まあ、僭越ですが、私は今年ちょっと本を出版しまして、それの Amazon のところに書かれているレビューをちょっと取ってきたんですけど、まあ、こういうマルチエージェントのための行動科学というような書籍を出しました。で、まあ、ありがたいことにですね、比較的いい評価をいただいてまして、まあ、こういうのが出るわけですよね。で、実際にこのコメントも書いていただいたりして、こういうカスタマーレビューがこう、どんどんついていくわけですね。まあ、こういうところものが、まあ、至るところであるということです。で、まあ、すでにお話にあった通りですけれども、集合値っていうのは、まあ、特に集合値メカニズムっていうのはその分散された値をこう集約してこううまく使っていく仕組みだということなわけですけれども、このカスタマーレビューを集約してる、そしてをこう分かりやすく我々にこのサービスがいいサービスですよとか、この商品はいいものですよっていう、まあ、こう点数で教えてくれると。これまさにその集合値の仕組みのそのものだと、まあ、一番分かりやすい、典型的でかつ身近な例かなと思います。で、まあ、実際にこうレストランで、こうサービスを利用して、でそれぞれがこう感じるままに書くわけですね。この人だと、まあ、すごい良かった。このレストラン良かったので、まあ、5点つけようとかですね。でこの人は、まあ、普通だから3点かなみたいなことになるわけですけど、まあ、それを、まあ、何かしらの方法で集約してスコアになるわけですね。でこれを見て我々が、次のこう購買等の意思決定になるわけですけど、なんとなく、まあ、経験上はですね、まあ、そのサービスとか商品に見合ったなんかそれっぽいスコアになってますよね。まあ、これこそまさにその集合値として集約されて、こう分散された値が集約されて我々の役に立つものになってきているということかと思います。でこれについてちょっと研究したいということで研究してたわけですね。で、まあ問題意識としては、こういうカスタマーレビューってなんとなく我々の経験則的には確かにいいなと、正しいスコアがついているというようにも思うんですけれども、まあ、本当に、そういう良い選択を、良い購買の選択を、もたらしてくれてるんだろうかというところがまあ問題意識なわけですね。でそもそも、人の好みってそれぞれ異なってるし、他の人がいいからといって自分と同じ好みのある可能性はまあ別に高くもないわけですね。でもちろん自分が平均的な人だったらそれで合致することもあるわけですけれども、自分はちょっと好みの偏った人だとなるとやっぱスコアとずれちゃうということも大いにありえるんじゃないかということですね。で実際にはやっぱりこう食べログとかでなかなかスコア高そうだな期待していったのに、あれ
あんまりだったというようなことも、まあ多々、まあ多々はないかもしれないですけど、まあたまにあるわけですね。で、こういう問題意識から本当にこういい仕組みなんだろうかということをちゃんと科学的に明らかにしたいというのが、まあこの研究のモチベーションなんですね。で、まあこれまさに集合値の一つであろうということで、集合値メカニズムとしてこういうカスタマーレビューの仕組みっていうことを扱っている研究。でこれ実際あの研究、こういうカスタマーレビューに関する研究はすごく山のようにあってですね。で、この例えばこうバイアスみたいな形でたくさんこう知見が出てきています。あまり詳しくは今日はご紹介しないんですけれども、これほとんどの多くはやっぱりこうエンピリカルな、まあ、実証的なデータを使って、それがまあ、ちょっと歪んでますよとか、バイアスがかかってますよねとか、そういうことを示す研究がまあ多いですね。でもやっぱりですね、それをこう科学的にそのメカニズムとして何かしら明らかにしたいということを、まあ、我々のこう研究会ではこう追求していきたいわけです。で、実証データからでももちろん明らかになるんですが、やっぱりですね、こう実際の購買の局面はさまざまな要因が絡み合っていて、純粋にそのレビューだけが本当に集合値としていいスコアを出しているのかということを解明しようとするとやっぱり難しいところもあるということですね。あと実際のデータを使うとなると、本当にレビューしている人ってちゃんとまんべんなくいろんなデータが偏らず取れてるのかっていう問題もありますね。で、あと一番の問題はこの人々が持っている真の価値がわからないっていうことですね。これが基本的には取り出せない、こう5点とか4点とか3点つけるわけですけど、本当はどう思っていて5点つけたのかっていうのがまあよくわからないっていうことですね。で、あとはその買った時点でいくらのスコアを見て買ったのかっていうデータも、まあ、これは取ろうと思えば取れるかもしれないんですけど、この辺も貯めていくと大変だということもあって、なかなかその実証データから分析するっていうところに限界点もあるということで、我々は、このその代わりにですね、経済実験を使うということでそのメカニズムを明らかにしようとしています。で、この経済実験は後半でですね、皆さんにもぜひちょっと、まあ、ブラウザで簡単にできますので取り組んでいただきたいなと思います。はい。それで、まあ、経済実験は何なのかっていう、まあ、ご紹介なんですけれども、この右にこう写真がありますが、これは東大で私が使っている実験室です。で、これちょっと分かりにくいかもしれないんですが、まあ、パーティションでも囲むんですね。一人被験者の周りも、壁を作って情報も統制するんです。必要な情報は、まあ、パソコン、机の上に置かれたパソコンから情報を出して、その情報に基づいてパソコンのマウスとかキーボードで、意思決定して、クリックするというような、まあ、そういうような実験です。で、これポイントはですね、まあ、こう統制された実験環境を作り出すということで、で、この仮想的ではあれ、こういう人々が参加する中でこの仮想経済を作り出すというところがやっぱ特徴で、統制できるので、まあ、見たいところにフォーカスできると、まあ、そういう特徴があり、まあ、そのいわゆるその理系でやっているような物理学実験とかですね、そういう実験と本質的には考え方は同じかと思います。で、特徴はですね、ここに書いてるんですけれども、現金で報酬をもらうということで、かつですね、実験に参加してこう仮想的な経済で売買するわけですけれども、その時に儲かった儲かってないっていう、その実験の中のスコアに応じて比例した額として現金報酬をもらうというのが、経済実験の特徴です。まあ、そういうことをすることによって、まあ、仮想的ではあれ、リアルな経済環境を実験室の中に作り出すということになります。で、まあ、なぜこの集合値メカニズムをこう明らかにしたいというところに経済実験を使うのかですけれども、まあ、繰り返しですけれども、まあバイアスとかを、まあ、取り除けると、不必要な予期せないしないような要因を排除できるというようなところがやっぱり特徴かと思います。あとは いろんなタイプの、設定を変えた複数のトリートメントを比較することで、その違いっていうのも明らかにできるっていうのが、やっぱりこう現実とは少し違うところかなと思います。で、あと一番重要なところはやはりここで、この先行の統制というところです。先ほど実際にお金を、かけると、お金を実際に比例した額を払うということを申し上げたんですけれども、これ実は正確に言うと、先行を統制するということをしています。で、これ、何かというと、まあ、ここに書いている通りなんですが、その人々が思う真の価値っていうのを、実は実験者があなたはこういう価値を持っている人ですからねっていうことで、実はこの
選考、つまり人々の好みに相当する部分を実験者が勝手に決めているんですね。そういう意味で実験者が統制をかけているんですね。こういうことをすることによって、こういうような好みを持った人たちが、レビューのシステムを使うことによってスコアってどう変化していくかということを、まあ、明らかにするということで、まあ、すごく統制された環境でそのレビューシステムの、まあ、集合値メカニズムとしての仕組みを見ていけるという特徴があります。で、まあ、こういう客観的な観点からですね、こうやっぱりこうメカニズムを明らかにするというところのために経済実験を使っています。でこの選考の統制を、ちょっと分かりにくかったかもしれないので、もう少しこうアニメーションを使いながらそのイメージをご紹介したいと思うんですが、これまあよくある経済実験の一つで、まあダブルオークションと呼ばれるものですけれども、この市場実験のすごい簡単なものです。この売買する単なる簡単な実験です。この実験は売り手と買い手に分かれて、それぞれ売り手は一つ商品を持っていて、買い手は一つ商品が欲しい、それをこう相対取引で取引しましょうって言って売買するという、まあ、そういう実験をよくやるんですけれども、で例えばこれ A さんは、コスト30円かかった。で、A さんじゃないですね、すみません、この商品 A を持っているこの人は、コスト30円かかった。そしてこの人は商品の価値が100円ですよっていうことを実験する側が決めてるんですよ。だからこの人が実験中にこの人から90円で買うということができれば、この人は10円分得します。で一方でこの人は60円儲けが出ます。でこの10円得した60円儲けたっていう額に比例して最後にお金払うということをしているんですね。でこれ例えば125円で取引するならば、この人5円儲けてこの人75円得するという形で、この値を指定するところがまあポイントです。なのでこう買い手にとってみればですね、こう本当は人々が持っている好みっていうのは主観的で異なるもので、まあ、我々実験する側からするから分かんないわけですね。それでもそれをあえてその商品の価値があなたにとって200円分ですよっていうことを与えることによって、この人はこの商品にとって200円分の価値があるっていうことをある種こう埋め込むことができるわけですね。でこれを最後にお金として払うことに、でこの人はこの商品を200円分好きであるというふうにこう表現できるわけですね。でこういうのが、まあ、まさにこの経済実験でやっているところで、売り手も同じで、売り手はまあ簡単だと思います。利益を大きくする、まあ、主体だということにして、こういう適切に現金報酬を与えるということをすれば、こ う, うまくですね、こう実験者が想定したい選考を被験者にこう誘発するということができます。これが実はこの実験経済学のコアになる方法論です。これがまあ経済実験と言われるものです。はい、それで、前置きが長くなったんですが、この集合値メカニズムとして、このレビューのこの仕組みっていうことを、まあ、ある種モデル化して実験してみようということをしたわけです。で、その実験の、まあ、中身について少し説明していきます。で、これはすごくシンプルです。抽象化されて、すごく簡単な状況での意思決定とレビューだと思ってください。で、もうやることはすごく簡単で、消費者はある製品に対して買うか買わないかを決めて、その効用関数っていうのがこういうふうに定義しますということです。で、なので購入すると何かしらのこう値を得る、つまり満足度を得るということになります。でその満足度は単なる足し算になっているということです。でこの左側の項はこの共通する基本的な質ということで定義しました。なのである商品をこう例えばオンラインで買うわけですけれども、まあ、事前にこう手に取らずにオンラインのレビューだけしかから分からないからしか分からないので、想像しないといけない。でこの最初の項は共通する基本的な質ということで、全員にとって同じ共通部分です。なのでこれは同じ製品であれば誰にとっても数値は同じものだと思ってください。でこの2つ目の項が、まあ、好みを表す項だと思っていただいて、これは人によって全然異なります。で、なのでこれは商品が変われば当然この値が変わるし、人が変わっても当然変わります。こっちは人が変わっても変わりません。でも商品が変わると変わるっていうものですね。でこういうようなただの足し算として、定式化しましたということです。で買わなければ当然ゼロですね。で、後でもう実験の時に関わってくるんですが、これも分布を、一応分布として仮定しています。で、こっちも一応分布で、マイナス2500から2500、こっちも同じです。で、そうするとこれ、平均値ゼロですから、北
対値0ですから0たす0で期待値は結局勝っても0なんですね。で買わなくても0ということで、こういうすごく極端で簡単なシンプルな意思決定の状況にしています。でこの時に、やることはですね、こう購入した後に、あとはですね、この数字が分かります。なので数字を見てレビューをする、選択するということになります。で、見れるのはこの合計値しか被験者は分かりません。これ本当は共通の部分と個人の部分の合計なんですが、この合計された値しか分からなくて、これだけが表示されて1から5段階のレビューのスコアをどれか選択すると。そしてこうポイントは、次にこの購買に迫られる意思決定者が後ろに被験者として控えているわけですけれども、その人は前につけたスコアを何かしらの形で集約して、その集約されたデータとしてこう見ることができるわけですね。だからそのスコアを見て後ろの人は、あ、これはいいスコアだから、このベースクオリティは高いのかもなと思ってこう選択するわけですね。こういうような実験になっています。ちょっとアニメーションで、説明したいと思います。で例えば平均値っていうレビューだとを考えましょうと。そうすると、例えばこの意思決定の局面としては、この製品を購入しますかしませんかという、こういうような、選択になっています。でこの被験者1、2、3って並んでますが、こういう形でこう順番に意思決定していくと思ってください。で最初の人は、もちろんまだレビュー誰もしてませんから、レビューなしです。でその時に例えば購入するっていう選択をすれば、先ほどの通りこの共通の部分と好みの部分の足し算で、この862っていうこの合計値だけがこの人はまあ分かるということになりますね。でこの862っていうのを見て、期待値0だったけど結構高い値が出たなということで、この人は例えばスコアを4と選択すると、まあ、こういう実験です。でそうすると次の意思決定する人、次の被験者はこの4点が見れるわけですね。前つけた人のスコアを見ることができて、じゃあ4点だから購入してみようということです。でそうするとこの520は同じですね、商品が同じですから同じ数字、それに対して自分の好み分がここに行きますから、この人はたまたまランダムというか、こう一応分布ですからね、こっちのマイナス分が出てしまったということで122である。そうなると、レビュー結構高かったのに、なんかそれほど高くないなということで、例えば3を選ぶと。そうすると今度はこの4点と3点の平均値が次の人に表示されることになります。となると今度は 3.5 っていうレビュースコアが出て、これを見て、3.5 だとはまあ購入しないでおこうかな。まあ、こういうようなのがこう永遠にこう続いていくという、こういう実験なんですね。なのですごくシンプルです。で余計な要素は全部排除している。ということです。でこういう実験設定でこう情報の違いで4種類やってみましたということです。で全くこう情報を提示しない、まあ、コントロールの実験からですね、直前の人のスコアだけ、あとは平均値で、あと最後ヒストグラムっていう、もうフルフルのセットのスコアを見せるという、こういう情報量の違いで4種類やってみました。で、まあ、実際はですね、去年実験しまして、まあ、コロナ禍だったので、まあ、オンラインで実験しました。なので、被験者は皆さん、自宅から参加して、まあ、本当はね、こう実験室に集めて、ちゃんと統制かけてやりたかったんですが、まあ、オンラインでやってます。まあ、オンラインでやっても、その統制はカメラでちゃんと誰もいませんかとか、静かな環境ですかみたいなことはチェックして、実験室と同じような環境でやりました。で、報酬もこういう形で支払っています。はい。で、まあ、これが、まあ、結果でほぼ全てになるんですが、これ、A、B、C、D っていう情報の多さで順に並べています。で、この赤色のバーの方が購入しなかった割合、この青色の方のバーが購入した割合になっています。それで、この横軸です。横軸に、このベースクオリティと先ほど読んだ、共通部分の数字ですね、クオリティというものを、左から順にこう大きくしていっていると。いうことです。でこれまあ0から始まってるんですが、これは実験上マイナス2500からちょっと0まで動かしているので、あまり気にしないでください。マイナス2500から2500だと思ってください。でそうすると当然こっち側はまあ買わない方がよくて、こっちの右側に行けば行くほど買った方がいいというような製品になるわけです。でこの A の情報なしだと、もうこれ、まあ明らかで、情報が全くない中で期待値ゼロですから、もう買っても買わなくて もうほぼ一緒ということで、この 0.5 の確率で、まあ、買っても買わなくても同じぐらいということが出ています。
で直前のレビューだけ、これだけの情報でも実はこの右上がりにこんな感じでなります。なので、これだけでも結構こう集合値としての機能は、機能していてですね、こうやっぱり高い、ベースクオリティの高い商品をこう買うようにこう導くことができているわけですね。でさらにこの平均値とヒストグラムはほとんど同じようなパフォーマンスで、もうかなりこの角度が急で、もう高ければ高いほど買う確率を上げることができるということで、実はこういう実験をすると明確にですね、このレビューっていうのが後ろの購買者にこういい選択を与えていると、導いているということが非常によくわかるということです。で時間が押してきたので、後ろはもうさらっと行こうと思います。で、これ実はこの C と D も違うんじゃないかということで、さらに細かく分析したんですね。まあ、どっちともほとんど同じパフォーマンスなんですが、よりいいのはどっちだということをやっていて、でこれ横軸にはラウンドですね。で、これ選択率で、この紫が D なんですね。で、C っていうのはこの青色なんです。青色はこう減少傾向にあるんですけど、紫ってあんまり減少傾向になくて、なんとなく振る舞いが違うということで、細かく見ていったっていうのがこの辺で、ちょっと時間が押してきたので、この辺はもしディスカッションでご質問いただければ、詳しく説明したいと思います。この ROC 曲線っていうのを用いてですね、どっちがパフォーマンスいいかってことを調べました。でこの辺は少しカットして、結果だけご紹介しますけれども、この ROC 曲線っていうものを書くと、この左側にこのヒストグラムの、ラインが出てくるんですね。これ、左によればよるほど、正確だということを指し示すもので、一番正確、100% 正確だとこう、ぴったりこの角っていうステップ関数みたいなことになるんですけど、これにだいぶ寄っていてですね。で、この緑が平均値で、ほとんど同じなんですけど、それでもヒストグラムの方がさらに正確になるというようなことが、実験から分かりました。ということです。はい、ということで、多分時間は意外にたくさん使っちゃった気がしますけれども、終わりにということで、こういう経済実験という方法を使って、集合値の一つとして、レビュースコアの、この集約されたスコアがどう購買意思決定に影響を与えるかということを調べました。で、ポイントはこのベースクオリティ、みんなに共通な質をちゃんと予測できているか。で半分が自分の好みで人によって全然違うのに、それでもレビュースコアっていうのはそのベースの部分をみんなに共通の部分をしっかり捉えてるというところは、実験ですごく明らかになって、よく分かった、よかった点かなと思います。はい。ということで、こういうアプローチで、ひとまずはこれレビュースコアでやったんですが、この集合値メカニズムのいろんなメカニズムに対して、こういうアプローチでこう解明していきたいというところが、我々やっているところです。はい、以上です。ありがとうございました。西野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。講演者、パネリストに対する、ご質問を、チャットで、受け付けております。すでにもう面白い質問をいただいております。ぜひ、お気軽に、書き込んでください。書き込む際は、誰宛ての質問かということを明記していただけると助かります。で、講演者が手が空き次第、お返事いたしますので、しばらくお待ちいただければと思います。それでは、3人目の、お話です、ゲーム理論の立場から集合値を研究しておられる石川隆一郎さんにお話しいただきます。石川さん、よろしくお願いします。はい。それでは、情報、スライドを共有させていただきます。見えてるでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、それではですね、3番目の発表として、私、早稲田大学国際学術院の石川隆一郎が発表させていただきます。皆さんにアンケートをお答えいただいてですね、たった今というか、もう少しで計算結果が終わるところだったんですけど、すみません、発表に間に合いませんでした。なので、次のパネルディスカッションまでにほぼほぼ計算は終わっているので、ですね、ちょっとあらぬアクシデントが起こりですね、時間かかってしまいましたので、結果はその時に発表させていただきたいと思います。今日の発表はですね、ちょっと過去にも使ったデータを使って少しお話しさせていただきたいと思います。で、私自身はですね、専門はゲーム理論、もしくは最近ではその集合値メカニズムをデザインするというような形での、経済理論の研究を行っています。ただ、先ほど水山の方から最初にお話があったように、集合値研究会ではですね、それをですね、やっぱ社会実装していくっていうことも、かなり視野に入れて考えておりまして、
で、私自身もですね、その自分の研究成果を社会に還元するという意味で、最近あの会社を立ち上げました。サイエンスラボ、サイデラボって言われてるもんで、サイエンスのサイっていうのがちょっと最初に入ってるんですけども、そういうような科学的な知見をベースにですね、社会実装を行っていきたいということで、会社の運営も同時にやらせていただいております。で、本日はですね、皆さんにわりかしあの馴染みの深い、推薦システムもそうですけども、馴染みの深いですね、顧客満足度調査についてですね、経済学的にどういうような形で考えることができるかっていうお話を少しお話しさせていただきたいと思います。で、皆さんにはですね、このようなアンケートを答えていただきました。で、実際にはですね、皆さんがされるような顧客満足度調査では、実際にこう商品を使ってみたり商標してみたりして、どのような満足度でしたかっていうような形で聞かれることが多いと思います。で、そういうようなものをですね、どういう形で取るとより精緻な情報が得られるか、より良い集合値が得られるかっていうのが今日のお話のトピックになっています。で、例えばですね、今日のセミナーの参加のご感想をお聞かせくださいみたいなこう調査ですね、満足度調査発達します。で、標準的にはこう満足いただけましたか、イエスでしたらイエスの方に丸、ノーでしたらノーの方に丸してくださいねっていうような形が一番、初歩的な満足度調査になるわけです。で、もう少しこう気の利いたものを言いますと、リッカート尺度と言われるリッカートさんというものが方がですね、考えた、もうちょっとより精緻な選択ができるような尺度があって、これも皆さんよく見かけると思うんですけども、大変満足した、もしくは満足した、普通だった、不満、大変不満みたいなものを選ぶというようなことですね。で、このような標準的な満足度調査、何が問題点かって言いますと、これですよね。多くの調査をすると、調査した方からも聞くんですけども、めんどくさいなって正直思うわけです。皆さんにしてみれば、もちろん消費したり、体験したりということで、何かしらの満足度は得たんですけども、それをわざわざ会社に伝えようと思わないわけですよね。で、経済学の立場では、これはインセンティブがない。真面目に答えようとするインセンティブはないっていう言われ方をします。皆さんにとって何も得しないんですから、別に嘘をつこうが、適当にやろうが、もちろん真面目にやろうが、あまり影響は皆さんにはないわけです。で、これが標準的な顧客満足度調査の、一番の、デメリットという形で近年捉えられています。で、そういうようなことをですね、少し改善しようということでですね、また最近少し新しいタイプの調査も皆さん、お見かけしたことがあるかと思いますが、例えばこんなようなものですね。他者推奨意向調査って言われるんですけども、このような調査も最近皆さん、受けたことがあるんじゃないかと思うんですね。親しいご友人や同僚にどのくらい勧められますかですね。で、これも先ほど言ったリッカート尺度を使って、とっても勧めたい、勧めたい、普通勧めたくないみたいな形でバリエーションがあるんですけども、ポイントはですね、皆さん自身の満足度ではなくて、皆さん自身が他の人にですね、他の人に勧めたときにどれぐらいの意思を持って勧められるかということを聞いているわけです。で、もう少しこう企業の側に立つとですね、最近では、ネットプロモータースコアと言われるものがあって、で、これも基本的には他社推奨意向調査と同じで、非常に勧められるっていうものを10にして、で、だんだん9、8、7、6、5、4、3、2、0で全く勧められないというような形で、11段階評価に来ています。で、このネットプロモータースコアはですね、これをですね、19をつけた人を、賛同者ですね。で、7、8をつけた人を中立者。で、0から6をつけた人を批判者という形で分類してですね、その割合を見ることによって、商品やサービスがどの程度消費者に受け入れられるかということを調べるタイプのスコアで、で、近年ではですね、これが企業の売上とも関係するという形で、広く使われるようになってきています。ところが、こういった他社推奨意向調査もですね、いくつか問題点がありまして、一番の問題点は、こうやってみんな楽しそうにいろんな人を想像するんですね。同僚か、友人かとかね、人によっては恋人かとか思うかもしれないですけども、
人によって思い浮かべる人が違うんですね。だから一体誰に進めようかな、もしくは調査する方の人に進めると誰に進めたのかなというような、その進める人の想定がわからないというような問題点があるわけです。ですので、より信頼できる満足度調査を作るためにはどういうことをこれから考えていく必要があるかというと、一つは回答者にこうモチベーションを与える、なんか真面目に答えてもいいな、もしくは一生懸命正直に答えようというようなモチベーションを与えてあげようと。でもう一つは他者推奨意向調査で挙げたように、みんながいろんな人を想像するのはいいんですけども、やっぱりできるだけ共通の人を想像してもらいたい。でそういうようなことを想像した上で皆さんの推奨意向みたいなものを聞いていきたいというようなことを考えて、改善方法が満足度調査の改善が行えるんじゃないかと思うわけですよね。でこんなことを言うと、なんかそんな夢の方法一体本当にあるのかとこう思うわけです。でそれが、ありますよと、あるんではないかというのが今日のメインのお話になります。でそれがですね、このベイジアン自白剤という呼ばれる、MIT の教授が開発した方法が現在、あります。これあんま普及してないんですけども、今日は少しこれをですね、皆さんに知ってもらおうかと思ってお話をさせていただきます。で先ほど皆さんに考えていただいた、もしくは回答いただいたですね、回答アンケートもそうだったんですけども、2つの質問をしました。ワクチンのことと、あとは岸田内閣のことですね。でどちらもですね、実は大きく2つの質問で構成されています。一つ目は皆さん自身の満足度ということですね。あなたはどう思いますかということを質問1で聞いています。で、二つ目はですね、回答の分布を皆さんに聞きました。どれぐらいの割合に回答した人たちのどれぐらいの回答者がどの選択肢を選びましたかというのが二つ目の選択肢になります。で、これをですね、MIT の教授難しいことを考えるんですね。なんか昔やったような、なんかこうログというようなちょっとわけわかんない関数が出て、でその関数の中にさらに分数を詰め込んで、まあ忘れてしまったような、もう見たくもないサメーションっていうこのシグマですね、こういう記号を使って何か評価をすると、なんか知らないけどもスコア化しようというのがポイントです。で今日は別にこの式は全く理解いただかなくて大丈夫です。要はこの式が言おうとしていることは、とにかく満足度、皆さんが満足度を1番目の答えで回答してますけども、その中がこう回答者の中でわりかしこう大勢、比較的多くの人が選択しているというようなものを選んでいて、かつですね、回答の分布を正しく予想したらば、それはこのスコアで高い得点を得られますよというのが、ざっくりした理解になっています。で、これが何でいいのかっていうと、この MIT の教授はですね、きちんと論文で書かれて研究してるんですけども、正直にかつ、真面目に予想できる人っていうのは、それはきちんとここでゲーム論でいうナッシュ均衡っていうものを解ける人だというような形で証明してます。で、その証明とか、このスコアの数学的な表現はかなり難しいので、とりあえず、じゃあそれは正しいものだというふうに皆さんにはご理解いただければと思います。ポイントは、このスコアで高い得点を得られる人っていうのはどういう人かっていうと、きちんと回答者全体がどのような分布で予想しているかっていうことを想像できる人であり、かつ一定の満足度をですね、こう獲得できるような選択肢、もしくは大多数の人が選ぶであろう選択肢を選んでる人ですね。で、これ顧客満足度調査の観点からしてみると、そういう情報が欲しいわけですよね。あ、ちゃんと全体を把握しながら、これが好意評価だと言える人っていうのは、わりかしきちんとその商品やサービスを評価して、で、正しくそれに回答してくれた人だというふうに考えることができるでしょうということです。ですから、皆さんの回答をですね、今私が計算していたのは、このスコアリングルールにのっとって計算して高いスコアが
出た人はどなたかなということを今計算しておりました。で、少しずつ、そうですね、結果も混ぜながらじゃあ、ですね。で、こうすることで何がいいのかっていうことですね。先ほどお話したように、どのような、点が問題点だったかということで言いますと、まず回答者にモチベーションを与えてない、もしくは与えることで真面目に答えてもらう。で、かつ、回答者が推奨移行するときに、同じ人を想像してもらおうということです。で、ここでは、皆さんの回答を得点化することで、高得点の方には得点がありますよっていうのを実は、ちょっと端っこに書いてあって、もしかしたら気づかなかった方もいるかもしれないんですけども、そこでモチベーションを上げたとですね。何か知らないけど、真面目に答えれば、スコアが高く出て、で、きっと、なんか得点が得られるんだろうとです、ね。で、実際に使うときにはですね、例えばクオカードとか、そういうものを具体的に出しておいてもいいかと思います。で、もう一つ、二つ目の問題点としては、回答者が、回答者全体を想像するので、みんな回答した方は少なくとも今日どういう人が参加して、まあ実際どういう方が参加しているかって非常に想像しにくい状態だと思うんですけども、具体的な顧客満足度調査で使う際には、どの商品に対して、使うかということは皆さん分かってますので、あ、この商品を買う人の層ってどれぐらいかなっていうようなことをある程度想定しながら、分析、回答することができるという意味で言うと、同じ人を比較的想定できるでしょうということになっているわけですね。という意味で、今まで通常使われているの顧客満足度をですね、問題点2つ乗り越えて、これはまるでなんかこう夢のような方法だというふうに言うことができるんじゃないかなというふうに思います。さて、じゃあベイジアン弱剤を試してみるということでして、で、今日のまだ結果は今計算途中なんですけども、ちょっとせっかくなんで Google フォームでやってるので、ざっとした計算結果は出てるので、皆さんにまずそっちをお見せした方が面白いかと思いますので、それをお見せします。はい、私のブラウザーが今見えてるかと思いますが、Google ホームで回答したものの調査です。24ってなってますが、実際に21名の方にご回答いただきました。回答締め切ります。で、ここですね、まず、11月7日を、来年の11月7日を想定してください。ワクチンを打っていれば海外旅行に隔離期間を取ることなく、規制なく行けると思いますか？面白いですね。はいの方が 30%、ごめんなさい。はいの方が 66.7%。まあ今、だいぶ感染者数も下がって低くなっていますので、だいぶの人が、まあ、行けるでしょう。ですね。で、33% の方がちょっと難しいというふうに。で、じゃあこれをですね、皆さん、これが実際の皆さんの分布になるわけですよね。じゃあこれをですね、皆さんはどういうふうに予想したかっていうことになるわけです。で、ここでは、はいというふうに回答している人の割合ですので、66.7% の人がはいだろうなというふうに予測された方が、一番高いスコアを得ることに、まあ、なります。ここ第2問に関してですね、すみません。そうすると、このあたりですね、ちょっとこの数字は、これ70ですね。70、65。このあたりの方は、質問2の答えに対するスコアが比較的高い人になっています。で、スコアリングルールは、ここから離れていけばいくほど、少しずつ点数が下がっていくことになりますので、遠さで言うとこっちの方が遠いですよね。だから、こう12とか、あ、これ、ごめんなさい。12、15っていうのは私がテストで入れたものです。これは私ですね。だからこれ、ここまでになると思うんですけども、30ぐらいですね。だこのぐらいの部分っていうのは、方は、まあちょっとここで、回答2に関しては低いスコアが出てしまうという形になっています。で、同じようにしてですね、じゃあ、2つ目の質問について見ていきたいと思います。岸田新内閣の政治実行力はあると思いますか？ですね。ある2人。ない、あ、ごめんなさい。普通が15人で 62.5%、一番多いですね。で、ないが 29.2% という形になっています。そうすると、じゃあ皆さんが、これが実際の分布ということになりますから、
この68.3%、62.5%、29.2% をどのように予測できたかというのが次の問題の回答になるわけですね。これ一つ目ですね。あると回答している人のパーセンテージということですので、8.3% が本当の数字ということになります。ですので、そこで、この10とか、まあ、12っていう数字を入力された方は、比較的回答2に関する回答が、回答で高いスコアを出したということですね。で、あともう一つですね、こっちか。普通と答えているのは 62.5% ですね。62.5% とこの辺になりますね。60というのを書いた方は、比較的高い数字、高いスコアが回答2から得られるということになります。ですね。というような形で、皆さんの回答が得られるわけですね。で、ちょっと、スライドを戻しますね。はい。で、皆さんのですね、データに基づいてここでお話したかったんですけど、すいません。ちょっと間に合わなかったので、別のところでやった、お話、データを使ってお話しさせていただきたいと思います。別のところでやったときですね、まず来年の11月7日に、まあ、ちょっと前なんですけど、2週間ぐらい前に別のところで撮ったんですけども、そのときに海外旅行に規制なく行けますかって聞いたらば、そこの参加メンバーでは 100% の人が行けるということに、の回答を得ました。で、この例はわりかし分かりやすい例になっていまして、どうしてかというと、ちょっと先ほど式の部分を飛ばしてしまったんで、スコアがどういうふうになってるか、っていうのを詳しく言わなかったんですけども、ざっとですね、ポイントは、このスコアリングルール、式は理解しなくてよろしいんですけども、2つの式でできてると思ってください。足し算を挟んで、1項目と2項目、2つ分かれてますね。で、これ1項目に関しては実は回答1で、比較的多数の人、の選択肢を選んだ方に対する評価点ですね。回答1に関する評価点になります。で、2つ目の項が、回答2の回答に関してのスコアになります。で、実際の文法だから予想できればできるほど、ここが高くなるんですね。で、一方で1項目っていうのは、実際に選んでる人数よりも、実際の予想よりも多いところを選んだ人っていうものが、高いスコアを得るという形になっています。で、その観点から見ますと、ハイが 100% の場合ですね。来年11月になれば、全く隔離期間なんかも取ることなく、規制なくハイが行けるというのは、ハイというふうに 100% になるということは、スコアの違いはどこに現れてくるかというと、回答にですね、全体の分布がどれぐらいですかっていうところから、スコアを得ることになるわけですね。で、じゃあ回答2が高いってことはどういうことかですね。第1個が同点になるので、皆さん。じゃあ第、そうするとこの第1個が同点のケースでは、第2個が高い人、つまり分布を正確に予測できた人が高い得点が得られるということになります。ここでは 100% に近い、ここですね。これを選んだ人たちが高いスコアを得たわけですけども、この人はどういう人かっていうと、要は、もしみんなが第1項同じ答えをしているんだったらば、第2項のスコアが、だけで比較すると、第2項のスコアが高い人っていうのは、全体の様子がきちんと把握できる人っていうことになりますね。そういう人に対してスコアを与えるということになります。ですので、第2項で測っているものというのは、実はきちんと回答しているメンバーがどういう人かということを想像した形で回答できてますかということを測っていることになるわけです。で、アンケートに2つ目ですね。岸田新内閣の政治実行力はあると思いますかということで、で、ここでは実際皆さんはどういう答えだったかというと、これは前回だった。別のところだったのが 8.3% がある。62.5% が普通。で、29.2% がないという結果でした。
そうすると普通を選んでる人っていうのがここでは比較的高得点を得ることになります。でその上で回答2では平均的な分布を予測できていると高得点になるということになるわけですね。ですから先ほど言いましたように普通が選べるっていうことはどういうことかっていうと、大多数の人が感じる意見をですね、自分で把握することができるというような意味になります。でちょっと少し語弊があるんですけども、本当はですね、あるとかないを選んだからといって点数が低くなるわけではないんですけども、ちょっとここで時間の都合でそこの部分は細かい部分なので、走らせていただきます。ここではとにかく顧客満足度の観点から言うと、大多数の人が選ぶような選択肢が欲しいわけですね。選んでくれる人がこう信じられる人ですね。一般の顧客の感想を代表してくれそうな人たちですね。で、その中でかつみんなの予測を、みんな全体の分布を予測できれば、さらにその人はきちんと全体が把握できた上で答えてるっていうことになる。つまり山間ではないっていうことの保証になるわけですよね。そういう人たちに対して、まあ、ベイジアン自白剤と言われているスコアリングルールは高いスコアを出して、で、その人たちの意見をですね、比較的重く見ながら顧客満足度を考えていこうというようなスコアリングになっています。さて、私も時間を押しているのではないかと思うので、まとめに入りますが、このような形でですね、集合知研究会では、皆さんが持っている分散的な知識を集めて、それをできるだけ正しく集めて、で、それを社会に戻すためにですね、より良い情報を作れるような状況を考えております。で、さらにですね、集合知の中では、一番重要な情報っていうのは、まあ、コミュニケーション全般っていうのは、すべて情報の交換というふうに考えることができるわけですね。ですから、そこをデザインするっていうことも、集合知研究の一つになっています。で、そうした観点からですね、まあ、ちょっと宣伝になってしまうんですけども、コミュニケーション場のメカニズムデザインという、コミュニケーション場ですね、会議の場所、もしくは、そうですね、意見を交換するような場所や、情報を共有するような場所というような状況を、どのような形で改善できるかっていうことをですね、考える、書籍として、コミュニケーション場のメカニズムデザインという本をですね、最近出版いたしました。で、今日ご参加の皆様にはですね、私の書いた章の PDF をですね、特別に、配布しようかと思いますので、私の発表が終わったらば、チャット欄にですね、この、URL をもう一回貼ります。で、よろしかったらば、この URL にアクセスしていただくとですね、私の原稿、最終のゲラですけども、落とせることになってますので、お読みください。で、私が担当している部分はメカニズムデザインという集合知デザインの基本的な理論的な部分を、まとめている、パートですので、集合知研究会がどのようなことを研究しようとしているかということを理解する、まあ、一つのきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つですね、先ほど最初にご説明、紹介させていただきましたが、私自身サイデラボという会社でですね、こういったメカニズムデザインを応用して、皆さんの社会や組織づくりのサポートをしたいと考えておりますので、こちらもですね、ご興味のある方は、サイトの方にアクセスしていただきですね、お問い合わせいただければ幸いです。というわけで、私の発表は、ごめんなさい、もう一個だけ宣伝させて、宣伝ばっかになっちゃいますけど、で、というわけでですね、ゲーム理論の入門のセミナーをですね、今週の木曜日に無料で行います。これはサイドラボの創設記念ということで、今日はあまりゲーム理論のお話できなかったんですけども、ゲーム理論の予備知識が全くない方に向けてですね、どういう形でゲーム理論というのが使えるのかというお話を、今週の木曜日に、Zoom で配信いたしますので、こちらもご興味のある方、ぜひご参加いただければというふうに思います。すいません、少し時間が延びてしまいましたが、私の発表は以上とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。石川先生、ありがとうございました。講演の方に対するご質問やコメントをぜひお願いします。チャットの方に書いていただければ幸いです。書き込んでいただく際に、誰宛ての質問かということを明記していただけると、お答えしやすいかと思います。よろしくお願いします。
それでは、画面いただいていいですか。すみません。それでは、ちょっと慌ただしいですが、16時10分ぐらいから、あと3分ぐらいですね、ちょっとお休み取りまして、16時10分ぐらいから、第2部のデモンストレーションに入りたいと思います。それではちょっと休憩の時間を取りたいと思います。よろしくお願いします。それでは、慌ただしいですが、第2部に入りたいと思います。第2部では、体験してみよう経済実験というタイトルで、西野さんに、お話しいただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。プログラム進行を最初に、小野さんから出していただいてましたが、後半はですね、発表というよりは、なんか皆さんでこう、体験してみようというようなところで、少しインタラクティブにできればと思っています。で、私が、先ほどのお話の中で、
ご紹介した経済実験ですね、あれの特にその平均値版のレビューのやつ、あれを皆さんに、体験していただければと思います。でこれはすごく簡単で、ブラウザーでカチカチするだけですので、もうぜひですね皆さん体験していただければと思います。で特に個人情報とかも収集しませんので、まあ、ID だけ作っていただかないといけないですけど、そこにも特に名前入れていただく必要はありません。匿名の ID で参加してください。はい、ということで、もう一度ですね、私 の, 発表の中でも基本的ルールは説明したんですが、もう一度改めて説明させてください。でまずですね、その前にその ID を作っていただきます。これは単にこっちでサーバー上にちょっと登録するだけなんですが、ID を、この Google フォームから、作って入力をお願いします。で、今ですね、チャットの方に今ありました。この URL ですね。で、ここをクリックしていただくと、もう単純なこういう ID を入れてくださいっていうようなものが出てきますので、ここに好きなご自分の何かしらのニックネームみたいなものを作って、送信ボタンを、押してください。まあ、これだけですね。これで後でちょっとこっちサーバー上で設定しますので、入れておいてください。で、本名である必要はありません。で、開始時にもう一回それ、ログインのために入れていただくので、覚えておいてくださいね。はい。あと、大文字小文字も区別されますので、覚えておいてください。はい、ではですね、実験、どういう実験かということで、ご説明します。まあ、先ほどの通りではあるんですが、まあ、基本的にはたくさんいろんなものが売られていると思ってください。それでこうオンラインの Amazon みたいなサイトで、まあ、買うか買わないかということを意思決定に迫られている状況だと思ってください。それはすごく抽象化したもので。で、単純に10回繰り返していただきます。なので、買うか買わないかということをただ繰り返すだけという、すごくシンプルな実験になります。それで私のところでご説明した通りですね、こう購入にあたっては、他人がつけた、レビュースコアを参考にすることができます。なので今回に関しては平均値が出てきます。なのですでに自分より前に意思決定した人がレビューしてくれてますので、その平均値が出てきます。もちろん買ってない人はレビューもしません。なので買ってない商品の場合はレビュー数も少なくなるかもしれないということはご承知おきください。ただし何人レビューしたかは分かりません。はい、で購入を選んだときに限ってですね、このあなたがそれによって得られる満足度っていうのを仮想的に数字で表現したものがボーンと出てきます。何点ですっていうことが出ます。でそれを参考にレビューを1から5段階で選択するというこういう実験です。なおですね、過去に購入した同じ製品が再度出てくることはありませんので、毎回違う製品だと思ってください。これの意味は何かというと、発表中でも申し上げたベースクオリティは、が同じやつが必ず、絶対来ませんよということですね。はい。はい。で、これ実際のブラウザで出てくる画面の説明なんですが、こういう形でラウンドがどん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 進んでいきます。で、これラウンド3の3番目の3回目のラウンドの画面なんですが、これちょっとちっちゃいかもしれませんが、単純にこういうのが出てきます。これ、一番上には製品にのレビューは以下の通りですって書いています。で、レビューは 4.0 です。で、この時に、購買するかどうかを決めてくださいっていう2択で、するかしないかをポチッと選んで、この最後ボタンを押すということです。で、購買したらどういう画面が出てくるかっていうと、このような画面が出てきます。結果として、ちょっと赤で囲んでますが、あなたはこの購買により2942の得点を得ました。これかなり高い得点ですけど、得点を得ました。で、購買の結果に関して満足度1から5段階で、評価してくださいということで、5から1、これ自由に選べます。なので、選んで NEXT ボタンを押すという、こういう実験です。すごくシンプルです。でもし、もう買わなければ、こういう画面が出てきます。購入しませんでしたということで、これはこの意思決定はレビューに反映されず、次に行くと。これを全員が繰り返していきます。こういう実験になっています。で、これも発表でお伝えした通りなんですが、計算方法、先ほど出てくるこの数字の計算方法ですけれども、単なる足し算になっています。この基本的な質はマイナス2500から2500の間で一応分布で出てきます。なので、期待値としてはゼロになります。で、これは、製品共通の値ですから、
人が変わっても同じ製品に関しては同じ値になります。で2つ目のこの項はですね、好みの項ですから、これはもうあなたにとって固有の値です。で人によって異なりますので、違う人は違う値を持っています。で製品が変われば当然違う値になります。なので基本的にはこれ毎回変わる値だと思ってください。はい、でこれもマイナス2500から2500の間で等価格ゼロでできますから、期待値はゼロということになります。で実験ではですね、この合計値のここしか見れませんから、この合計値がでと、あとレビューのスコアですね、この辺をこうの情報だけで、こう考えるということですね。はい、でできるだけこう得点を大きくするということが、まあ、目的になります。で、あ、ちょっと待ってください。まだですね、ブラウザでここにアクセスしていただくんですが、ここで、ちょっとだけお待ちください。先ほどの申し込みで書いていただいた ID を、ちょっと設定します。すみません、ごめんなさい、日本語で入力された方がいらっしゃって、すみません、日本語はちょっとエラーが出るので、すみませんが、日本語で打っていただいた方、もう一回 Google の先ほどフォームから入力していただいて、アルファベットもしくは数字で、書いていただければと思います。あと、ドットがひょっとしてエラーを吐くかもしれませんが、ちょっとそのままでいきます。はい。少しお待ちください。はい。で、すみません。あとですね、今、間にスペースが入ってるんですが、スペースもまたエラー入っちゃうので、ごめんなさい。スペース抜いて、入力してください。これ、こっちでスペースはもうカットしておきますね。はい。はい、あ、再入れていただきましたね。ありがとうございます。はい。ではそちらで入力してください。で、ちょっと待ってください。まだです。ごめんなさい、ね。はい。では、ですね、今入力ありがとうございました。それで、これでちょっと URL を貼りますね。ここの、あ、すいません。まず、この URL をチャットに貼ります。で、はい、今、実験のサイトの URL を貼りましたので、ここでアクセスしてください。で、すいません、エラー出ましたね、やっぱりね。ドットはやめましょう。はい、ちょっとドット付きで書いていただいた人、ドット抜きで入力をお願いします。覚えてますかね。もし覚えてなければ新たに書いて、Google から書いていただいて大丈夫です。はい。大丈夫でしょうか。はい。はい、では皆さん、もう続々とですね、この URL から、アクセスして、ログインしてみてください。そうすると、こういう形で、ウェルカムっていう画面が出て、あ、ごめんなさい。まずはクリックすると、ウェルカムっていう画面が出るので、ここで入力ですね。で、そうすると、お待ちくださいっていう、なんかウェイティングみたいな感じの画面が出てくると思いますので、そのままでお待ちいただければと思います。はい、あと、質問等大丈夫ですか。実験の質問がもしやり方が分かりませんとか、質問があれば、チャットの方に書いていただければと思います。大丈夫でしょうか。で、あと、はい、注意点で最後に書いてるんですが、私の発表でもご説明した通り、現金報酬本来はね、実験では渡すんですが、今日はありません。ごめんなさいということです。はい。はい、あ、すみません。JST の方だと、ダメですね。セキュリティ上、ここにはアクセスできないということですね。はい、申し訳ありません。
これちなみにですね、これ携帯からです、もうスマホでもあの画面は適切に出るようになっているので、個人のスマホから同じ URL にアクセスしていただけると、実はアクセスできます。もし、はい、お時間間に合えば、はい、ぜひアクセスしていただければと思います。はい、それでちょっと待ってください。今、追加で、追加で Google フォームに書いていただいた人がいらっしゃいますね。で、今、登録したので、はい、大丈夫かな。はい、大丈夫かなと思います。はい、大丈夫でしょうか。なんで開けないの？あ、また今、はい、追加できましたね。ちょっと続々と追加します。ウェイトのままでいいんじゃない？開くんじゃない？そのうちに。ウェイトのままで、はい、大丈夫ですよ。うん、はい、唐沢さん、はい。あ、すいません。はい。はい、大丈夫です。はい。ウェイトが正しい状態です。で、あと、小野さんもすいません、入っていただいて。入ってます、大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫ですね。あ、わかりました。じゃあ、これはカットします。はい。はい。それではですね、Google で入力された方が、まだ6名いて、それでオンラインになってない方がいるんですが、この人数でいきましょうか。一応、これも、入れときますか。すいません。今ですね、ちょうどアクセス来てるのが23名で、オンラインで待機状態になっていて、Google フォームで書いていただいたけれども、アクセスオンラインになっていない人が5名いてですね。まあ、一応その5名も一緒に追加でやりますね。もしここが、レスポンスがもうなくなってしまったら、代わりに代理で誰かにやっていただこうと思います。はい。ということで、実験を開始したいと思います。はい、今、準備中ですので、ちょうどお待ちください。今、サーバーが、初期化をしています。はい、今、開始されたと思います。じゃあ、画面いただけ、ズームの画面いただけますか。はい。では、少し小野さんにお返しして、もし参加されずにですね、画面、はい、操作されてない方は、実は小野さんの操作画面を皆さんに共有しますので、そこで小野さんの意思決定を楽しんでいただければと思います。はい、では小野さんにバトンをお渡しします。はい、これ今映ってますか？はい、映ってます。はい、大丈夫です。はい、それではネクストボタンを押してみたいと思います。あ、はい、やってます。じゃん。こちらゲーム実況をいたします理由はですね、ゲーム参加してない方ですとか、あと後でビデオで見る方が、ずっとみんなで黙ってるとつまんないと思うので、誰か一人ゲーム実況しようという意図でございます。なので、実際今ゲーム参加しておられる方は、ボリューム絞るとかですね、聞かないでいただければなと思います。今、ウェイティングになってますね。はい、ちょっとお待ちください。多分予備で入れた人が、レスポンスがほぼない方かもしれませんね。そうですね。はい。3名がやはり、レスポンスがなくて、ちょっとお待ちください。はい、あ、今追加で入られましたね。はい、28番が入られて、27、26、はい、はい、
多分、皆さん入られました、ね。1、2、3、4。はい。で、今ですね、3名入られて、これ、もし今、最初の設定 C ですっていう画面が出てらっしゃる人がいれば、そのまま OK ボタンを押して次に進めてください。大丈夫ですかね？動きますか？動きませんか？ちょっともうこっちで強制的にその画面進めますね。はい。はい。では、1問目やってみますね。製品後のレビューは、レビューなし。あ、そうか。第1ラウンドだからレビューがないっていうことですね。購買するかどうか決めてください。ちょっとレビューがないと怖いので、買えないので、私は購買しないを選びたいと思います。他のゲーム参加者の方はどうか、私の言うことは気にしないで、進めていただければと思います。じゃあ、私は NEXT を押します。購入しませんでした。で、これで他の人が今回答するのを待っている状態ですね。まあ、実際にはレビューがなくても買っちゃうことはありますけどね。買っちゃえばよかったですかね。あ、じゃあなんかこの隙に。司会からのアナウンスをチャットに、たくさんコメントいただいてます。ぜひ嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。お返事するまでにちょっと時間がかかると思うんですが、ご容赦ください。はい、すみません。今、ご質問いただいてますね。実験のに関するご質問ですよね。購入後の得点は何点から何点の間で出されるのでしょうか。はい、これはですね、幅が限界の幅は決まっておりまして、最低が、マイナス2500たすマイナス2500なのでマイナス5000が出るかもしれません。で同様に最高は5000が出る可能性があります。はい、というその幅だと思ってください。ではラウンド2いきます。あ、ラウンド全部いくつやるんでしたっけ。あ、10ラウンドまでです。10ラウンド、よし、ラウンド 2です。はい、私の画面で言いますと、製品6のレビューは1点で、あ、これは私は買わないですね。私、買いません。NEXT をします。購入しませんでした。じゃあ、他の人の回答待ちです。そうか、さっき私第一ラウンドの時は買わなかったので購入後の得点が表示されなかったんですね。私今回も買わなかったからまた得点が見られないですね。そうですね、買わない選択を永遠に続くとなかなかレビューが出てこないということになり、ね、はい、だいぶ偏っちゃう、まあ、そういう、はい、ことはよくありますね。はい、はい、これ性格出ますね。出ますね、はい。はい、いかがでしょうか。画面に参加されている方はぜひご回答ください。全員の回答が揃うと次の画面に出る、進めます。あ、進めました。じゃあ私、ラウンド3いきます。レビュー2点か。ここ本当は買わない選びたいんです。どうしようかな。ちょっとじゃあ、私、顔を選んでみたいと思います。じゃあ、行きます。NEXT を押して、買ってみます。レビュー2点だけど、どうかいい製品でありますように。マイナス178点。そうか。ちょっと残念。じゃあ、どちらかというと悪いを選びます。しょぼんって感じですね。じゃあ、NEXT。はい。そうか、でもマイナス5000まであるんだからそんなにしょぼんな感じではないのかな。中立的な製品だったんですかね。
そうですね、この辺のスコアの付け方はもう本当に主観的で大丈夫で、なので実際これはブレるんですけど、実験結果的には発表でお示しした通り、それでも正しくこう導いてくれるんですよね。この辺がやっぱりこう集合値的な力かなっていう気はやっぱりしますね。ああ、なるほど。はい、ではラウンド4です。レビュー3点、3点だから、まあ普通か、真ん中ですね。購買するかどうか決めてください。よし、買ってみます。じゃあ何点出るか。じゃん。お !1094 点。結構いい製品でした。嬉しいので、じゃあとても良いをつけたいと思います。では、私は1094点を得まして。次に期待したいと思います。ラウンド5です。レビュー1点。すいません。ちょっと守りに入っていいですか。すいません。本当は買った方が話が面白いんですけど。すいません。私買いません。申し訳ないです。購入しませんでした。よし。次はちょっと買おうかな。でも レビューですからね、全然レビュー信じないっていう程度、態度もあり得るわけですよね。他の人のつけたことから。そうですね。そうですよね。はい。はい、ありえますね。あとは、実験なので、ちょうどベースと、ベースクオリティと好みの部分があるので、好みがドーンってくれば、はい。そうか、そうか。プラスになる可能性も、はい、あります。例えば今回ラウンド6ですか、レビュー 1.0 っていう商品が私の方に回ってきましたけど、これはこの人って、これに答えた人たちのとって 1.0 なんであって、ね、実は私にとっては買うといい製品なのかもしれないわけですよね。はい、だからまあ買ってもいいわけなんですけど、すいません、買いません。すいません。性格出るな。私もラウンド6買わなかったです。私が一番買ってない人かもしれないですね。とすると。はい、他の方はいかがでしょうか。西野さん、これ製品って何個あるんですか。それ言っていいんですか。ですね、はい、特に問題なく、こう参加者分だけ、あります。なので、はい。はいはいはい。なので、もう、なんていうんですかね、一個ずつずれていって、同じのが回らないように。なるほど。じゃあ、例えばラウンド7で言うと、6人の人が見てるってことですね。あ、そうです、そうです。6人の人が見てますね、すでに。まあ、勝てない人もいますけどね。よし、じゃあラウンド7来ました。私のどこに来たのは 4.4 点。よし、ここは、その、これまでに答えた6人の人の言うことを信じ、購買する、行ってみたいと思います。これはいい得点が期待できるというふうに思います。じゃあ行きます。素晴らしい。素晴らしい。これ、5000点がマックスですよね。マックスですね。はい。すごい。あ、ちょっと、この6人の皆さん、ありがとう。本当のことを言ってくれて。ありがとうございます。じゃあ、とても良いをつけます。ああ、やっぱり6人の人のおかげで良い点を得たような気がしますね。なんとなくね。じゃあ次、ラウンド8、2点。ああ、悩むな。ここチャレンジした方が面白いんだろうけどな。いや、でもごめんなさい。私ちょっと守りに上がります。なんかさっきすごい高得点を得たので、失うのがもったいなくて。購入しませんでした。はい。あと2ラウンドですね。実際の実験では、これ本当にお金がかかってるので、やっぱり、ね、なかなか本当にギャンブルな人でないと挑戦はしにくいかなって気がしますね。ああ、なるほど。あ、考えてみたら、これ私、嘘ついてもいいんですか？嘘ついてもいいです。おー、じゃあ、すごい、はい。あえて嘘ついても、はい。いい製品がもらってきたのに不満だとか言うてもあるってことですね。
って手もあるということですね。なるほど。あ、なんか変なこと言っちゃったんで、次みんな嘘ついてきたらどうしよう。はい、ラウンド9、1点で、あ、これ買った方が面白いかな。ちょっと、私ちょっとどうしようかな。悩むけど、あの、買ってみます、私、試しに。はい、どんなひどいことになるか。買ってみましょう。はい。はい、買います。でも、あの、まあ、出てきて、実はいい製品かもしれないわけですよね。他の人が1点で買ってたんで、そうですね。私にとってはいい、はい。ありえます。ありえます。できます。ダメでした。やっぱ人の言うことを信じた方がいいな。人の言うことを信じるべきだったな。じゃあ、ちょっとどちらかというと悪いかな。どうしようかな。どちらかというと悪いにします。はい。しょぼーん。では、ラウンド、じゃあ最後のラウンドに来ました。ここで一発逆転を、あ、まあ別にお金がもらえるわけじゃないんですけど、一発逆転を。また微妙なやつが来たな。よし、買ってみます。これ、あの、個人差を信じ、私買ってみたいと思います。じゃあ最後の製品は、どうだ？あは、はい、あ、見たこともない程度。強かったです。うわぁ、残念。すごい方にブレちゃいました。ブレちゃいましたね。というわけで、私の10ラウンドは多分惨敗に終わったと思います。皆様、いかがでしたでしょうか。はい、あの、ありがとうございます。これ、そのまま皆さん、OK を押すと、結果の集計画面に移りますので、まあ、それぞれですね、各ラウンドで、あそこですね、これ今、小野さんの画面が出てますが、これで NEXT ボタンを押すと、集計画面が出て、各ラウンドで、いくらのスコアで、勝ったかどうかって、何点だったかっていうのが、出てきます。じゃあ、押してみます。で、はい、皆さん、押してみてください。じゃん。おー。はい、こんな感じですね。あ、最初は慎重に買わなかったんですけど、ここで大儲けして、ちょっと調子に乗って変なもの買いすぎましたね。最後しくじるところが人生を表してる。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ画面を返します。はい、あ、これネクスト押しちゃっていいですか。あ、押しても大丈夫なんですが、押すともう消えちゃいますので、これもし、あの、見ておきたい方はこのままこの画面で止めておくといいと思います。はい、はい、では、引き続き、ディスカッションですかね。はい、西野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、第3部、ディスカッションに入りたいと思います。再び画面をいただきます。よいしょ。こうですね。ディスカッションに入りたいと思います。ぜひ、あの、手を挙げてご参加ください。ですね、手を挙げる方法は、Windows の場合は画面下のツールバーからリアクションで手を挙げることができるようです。手を挙げますと、視界がそれを目ざとく見つけまして、その方のマイクをオンにいたしますので、ぜひ音声でお話しいただければと思います。パネリストとして4人の方にご参加いただきます。まず、ここまででお話しいただきました水山さん、西野さん、石川さん、それに加えて、民間企業の立場から、あの、データ分析によって企業を支援しておられるデータケーキメーカー株式会社の唐沢秀康さんにご参加いただきます。唐沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。西野さんはちょっと、あの、今の実験の集計とかでお忙しいみたいなので、お忙しいと思いますので、遅れての終わり次第の、ご参加と、したいと思います。それでは、はい、すみません、メミは、はい、聞いてますので、はい、はい、お願いします。それでは、あの、質問いただきたい、挙手いただきたいのですが、その前に、あの、石川さん、あの、さっきの結果をご紹介いただくことはできますか。はい、どうもお待たせしました。先ほどの結果を発表いたします。高いスコアを、最も高いスコアを出した方は YI さんになります。 YI さん、いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね。YI さんにはですね、あの、優勝の商品として、
この私の著書をですね、送らせていただきたいと思います。まあ、本来ならばですね、事前にどういう商品かを言っておいて、モチベーションを高めるのが、まあ、いいんですけども、まあ、この本の事情を知った上での方が少し喜びが上がるかなと思って、今、商品アップをさせていただきました。YI さんは、こうユニークな点数の取り方をしていてですね、ちょっとベイジアン弱剤の直感的な難しいところで取っていらっしゃいます。というのはですね、少し説明させていただきますけども、YI さん、アンケート1に関してはですね、回答1に関して、つまり、なんだっけ、規制なしに来年海外旅行ができるってことに対して、まあ、ノーという方を選んでいるんですね。でこれはどちらかというと、まあ、少数派の方の意見になっております。で今回そのケースでですね、第1スコア必ずしも低くなるとは限らないんですけども、低いスコアになっているんですね。ところがですね、 YI さんはその回答2に関してですね、全体のまあバランスを非常にうまく、計算をして、高いスコアに持っていったという形で、今回の高得点を得ております。で、アンケート2に関してはですね、今度は逆に回答1の方でですね、比較的正しい、ものを、まあ、選んでおりまして、まあ、これも大多数の方ではないんですけども、選んでおりまして、で、回答2でですね、あまりスコアを落とすことなく、最終的には最も高いスコアを獲得したというふうになっております。ですね、そうですね、ということになっておりますので、YI さんの方にはですね、この本を送らせていただきたいと思いますので、これチャットから私にだけダイレクトに、メッセージで送ることできるんでしたっけ。はい、できます。あ、できますか。そしたらばですね、私の、YI さん、よろしければですね、チャット欄の送信宛先に私石川隆一郎っていうのを選択していただきですね、送信先の住所とお名前をいただければですね、すぐにお送りいたしますので、おめでとうございます。どうもご協力ご参加ありがとうございました。おめでとうございます。それでは私が以上です。どうも、はい、ありがとうございます。それでは、ぜひここまでの内容、どんな内容でも結構です。一番最初の水山さんのお話からここまでのところでもいいですし、ちょっと違う話でも大丈夫だと思います。ぜひ挙手を、して、いただければと思います。挙手の仕方は画面の下にリアクションっていうボタンから手を挙げるっていうのを選んでいただけると、見つけることができると思います。お願いします。あ、君田浩二さんから手を挙げていただきました。君田さん、お願いします。あ、はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。あ、本日貴重なご発表いただきありがとうございます。今日、全体、まあ、今、西野先生作業されているので、水山先生と石川先生にお伺いしたいんですけども、集合値であったり、今日石川先生がご紹介いただいたベイジアン自白剤等々、非常にこうビジネスあるいは実社会の課題に対して活用できるなという期待があってお聞きさせていただきました。で今日来られている方、企業の方や観光庁の方も多いと思うので、まあ、こういったものがすでに実用化されている例、あるいはこういうところでしたいする可能性があるんじゃないかなというようなことがございましたら、少しご紹介というかアイデアをいただければ幸いです。どっちからいきますか。どうぞどうぞ。簡単に私じゃあ答えさせていただいた後、石川先生にバトンタッチできたらと思います。非常に何ていうのかな、聞いていただきたいなと思ってた質問をまず最初に聞いていただけです。まずありがとうございますなんですけども、私どもこの研究会、集合値メカニズム研究会では、理論的な面だけじゃなくて応用、まあ、社会に役立っていきたいっていう思いが結構強いんですよね。で私どもの中でもいろいろトライはしてきております。
が、こういう場に集まってきてくださった方、皆さんからも、なんていうかな、できればいろいろどういうところに使えそうだって、今この、なんていうのかな、セッションの中でのディスカッション、ないでなくてもいいと思います。これ終わってから思い浮かんだなということでも結構ですので、ぜひ、ご意見いただきたいなと思います。で、私どもがこれまでに、トライしてきたことで言いますと、まず一つは小野さんもおられますように、いろんな不特定多数の人から正直な情報を集めてくるゲームのような仕組みを使って、不特定多数の人から正直な情報を集めてくるっていうのが集合知メカニズムの一つの力ですので、消費者の理解ですとか、マーケットリサーチですとか、そういう分野で使うっていうのが一つあります。また、企業等の組織の事業の中で言いますと、やっぱり予測しないといけない場面って結構たくさんあるんですよね。例えば、計画立てるためにまず需要を予測しないといけないとか、そういう需要予測なんかへの応用も結構早い段階でトライしてきたものですね。で、そういうその数値や分布の予測以外に、なんていうかな、アイディアを集めて、新しいものを作っていく、みんなでアイディアを寄せ集めて、何か新しいものを設計していくとか、そういうところにも仕組みとしては使えると思いますし、というあたりで、いろいろ企業の事業の中っていうことだけじゃなくて、もう公共的な面でも使えると思うんですけれども、広がってくると思います。で、石川先生、石川さん、西野さんと、あるいは小野さん、唐沢さんとの方でもいろいろトライしてくださってるんで、ちょっと他の方のコメントもいただけたらと思いますけれども、プラスアルファ、ぜひ、これ集合値なので、こういうところに役立ちそうだっていうアイデアも皆様からも集めることができれば、このセッションは成功かなと思います。はい、じゃあ、私の方から少しコメントを加えさせていただきたいと思います。基本的にですね、実は社会実装っていう流れで言うと、歴史的にはというか、その理工、いわゆる日本でいう理工系、特に工学部の先生方が社会実装にずっと取り組んでいらしたと思うんですね。やっぱり具体的にものを作らないといけないっていう、現実の問題があったと思います。もしくは、医学のような薬を作んなければいけない、そういうのも全て、最初の知識は大学や研究所から出てきて、でそれが社会に還元されるというような、プロセスを通っていたわけですね。でそうした中で乗り遅れていたのが、いわゆる文系側の、経済学なわけです。私自身、経済学の経済学部、経済研究科の出身ですので、いわゆる文系になるわけですね。でそうした文系側がなんでこう社会実装ができるようになったかっていうのは、やっぱり実は近年の経済学の理論の発展があります。一つは、ゲーム理論と呼ばれる、皆さんお聞きになった皆さんもいらっしゃるかと思いますが、人々の行動をある程度分析できる道具ができたということですね。で、その道具ができたことによって経済学自体も大きく発展しました。で、それが先ほど水山さんもおっしゃったメカニズムデザインっていう言われる分野になっていて、で経済学の近年のですね、ノーベル賞の対象分野の大きな一応担っている分野になります。で、そのメカニズムデザインっていうのはまさにこう社会でゲームを作るっていう発想なんですね。だからみんなが集まった場所にゲームを作ってあげて、そのゲームを作ってあげたところでどういうふうにプレイさせたいかっていうことを設計していきたいっていう気持ちがあって、やっと経済学の中に設計とか社会に実装できるっていうことができるようになりました。で去年のノーベル経済学賞はですね、その一つの結果としてオークションが、使われています。皆さんオークション馴染み深くて、何を今更社会実装って思われるかもしれないんですけども、オークションもですね、いろいろ使い方を間違えると失敗した例っていうのもいくつかありまして、そういう失敗例をですね、なくすようにするっていうことで、やっぱりある程度デザインが必要だっていうことです。で昨年のノーベル経済学賞はですね、それでアメリカのですね、電波オークションという携帯電話のですね、電波を、分配するためのオークションを設計した人で、もちろん、理論的な貢献も多くて、ノーベル賞の受賞になったというような形になっています。その意味で、やっと経済学が社会実装できる道具を準備できたということなんですね。で、ただ、我々の集合知研究会では、じゃあ、そう使った道具をですね、どこに特に目を向けているかっていうと、やっぱりその知識、皆さんが持っている知識、集合知
を集めようという方に 目を向けていきたいです。でやっぱり難しいのはなかなか皆さん本当のこと言ってくれないわけですね。もうあの皆さんのよくある会社を想像してくださいとかこんなことで怒られてますけども、じゃあ私のいる環境でもいいですね。私のいる職場を想像するとですね、あのすごい長く喋る人とか、なんとなくこう言いにくい人とか、そういうような形でこうも情報持ってるんだけども、なかなかこう喋りにくいなとか喋れないなとか、あんま本音で話すとまずいかなとかいうような状態があって、でそれはやっぱりこういい情報が持ってても隠されてるものなんですよね。でも本当だったらばそういう情報を吸い上げることによって、いいものができるはずだというようなことです。でそれがもう一つ言うとですね、近年応用されているところで言うならば、その情報をいちいち言わなくてもなんか行動してもらうことによって、その情報を集められますよっていうこともできるっていうのがポイントになっていて、で具体的な応用場所としてはすでに使われているのでは、マッチング理論と言われるものがあって、例えばどの人材をどこの部署に配置するかっていうこと、まあ、希望を聞くんですけども、なんか嘘を言われちゃったら困ったりするので、そこで本当のことを言ってもらうための、メカニズムを導入するっていうような形で、これは具体的に例えば Google なんかで使ってますし、もっと身近なところで言うとですね、東京都なんかがやっている、公立の中学校の学校選択制っていうものを選ぶときには、そのルールに使ってルールに基づいて、選択が行われたりしております。であともう一つはですね、やっぱり近年ですね、保育園の、待機児童問題とか、あそういうような形での人材配置においてもですね、あの正しい情報を集めて、いいところにできるだけ無駄なく配置するっていうような形で、あの社会にもあの還元されておりますので、そういったことをですね、実際いろんな場面で組織づくりにも今後応用できればいいかなというふうに思います。少し長くなりましたが、私から以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、山根さんに手を挙げていただいてます。山根さん、お話しいただくことできますか？今はマイクオンにします。お願いします。ありがとうございます。新しい質問になるんですけども、よろしいですか？先ほどの質問とは関係ないんですけれども、はい、ありがとうございます。本日は講演ありがとうございました。西野先生の実験に関して2つほど質問があるんですけれども、まず一つ目が、なんか先ほどの実験自分も参加していて、まあ、何回か勝って、まあ、損したり得したりってやったんですけど、あの実験の点数の説明のところで、あの第1項と第2項の足し算って、第1項がその商品自体が持つベーシックな共通のスコアで、第2項が個人の選考を反映したスコアで足し算だったというふうにおっしゃってたと思うんですけど、例えば現実で Amazon とかで買い物して、なんか壊れた商品とかが届いたら、それ多分ベーシックスコアがすごく低いっていうことになると思うんですけど、個人成功スコアってベーシックスコアに延期をされるんじゃないかなみたいなことをちょっと思って、その壊れた商品が届いて2個目のスコアが高くなる人って絶対いないと思うんですけど、だけどその実験のモデルだと、例えばベーシックなスコアがマイナス2000で、でも個人成功ストアが2500で合計点500になるみたいなことも可能、あり得るわけじゃないですか。だけどなんかベーシックが低い商品に対してその個人選考スコアが高くなるって現実上あんまりあり得なくて、そうするとなんか第1項と第2項の間に何らかの相関が存在すると思うんですけど、そういった相関を組み込んだ実験モデルみたいなのを作るとか考えることって可能なんでしょうかっていうのが一つ目の質問です。で、もう一個の質問は、これは他の県でもあり得る質問だと思うんですけど、なんか今回の実験とかだと、まあ、単純に5点とか1点2点3点4点5点のレビューだったと思うんですけど、あの実際の Amazon のレビューとか、あとはフィルマックスみたいな映画のレビューをするサイトとかだと、あの参加者ごとによっては点数だけじゃなくて文章でこれこれこういう商品だったので良かったですみたいなことを書くこともあると思うんですが、その部分値を集めて集合値にするっていう理論だと、その部分値の中でもあの知識としての質とか、あるいはそれが持つ情報量っていうのは違うと思っていて、その単純に1点から5点までの点数と、これこれこういう点が良くてこれこれこういう点が悪いみたいな文章だと、その情報の質が違うと思ったんですけど、その情報の質の違いみたいなところをレビューに関する研究とか実験のモデルに組み込むことっていうのは可能かっていうのと、意味があるのかっていうことが気になりました。例えばあの得点っていうとすごく抽象化されているので、その文章で書かれた良い悪いも含めて、あの数理的に分析しやすいし、その点数だけでも十分な知見が得られるっていうふうに考える
っていうのも一つかなとは思ったんですけども、まあ、逆にその情報の質みたいなのも組み込むと新しい知見が得られるかもっていう考えもあって、そこら辺について聞きたいなっていうのが2つ目の質問になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、とりあえず最初の質問に関してちょっと長くなりそうですが端的にお答えしたいと思います。ありがとうございます。それまさにそこら辺の相関がある可能性っていうのはやっぱり現実的には大いにあり得るだろうなと思っていますということと、なのでそこは慎重に考えなければいけないということではあるんですが、まずは実験としてはそこを独立にするっていうところは明らかにスタートポイントかなと思いますということと、まあ、できますかっていう話においては、まあ、比較的簡単にできますっていうことですね。まあ、どういうその関係があるか、あるいはその共分散みたいな形で確率分布にいろいろこう変化を与えて、やりうることは十分できるかなと思います。で、ただですね、一つ申し上げたいのは、これ想定がサービスみたいなことを想定してるんですね。そのプロダクトで考えると確かにその故障が来たりとか、その基本のベースの機能が悪かったらっていうのはすごく相関があると思うんですけど、例えば本当のレストランとか考えると、あるレストランはすごく食材がいいレストランなんで高級レストランだけど、別のレストランは、例えばラーメン屋とかだと別に食材はこだわってないラーメン屋で油ぎっしゅなんだけどすごい好きっていう人もいるわけなので、その辺はサービスだとよりこうベースとこうヘテロのあの2つが相関しないっていうこともあり得るかなと思っていて、よりこうサービス的側面が増えれば増えるほど、あの辺のまあいびつな関係性はあり得るかなと思っています。っていう、はい、すみません、端的な答えに返させてください。で、2点目どうしましょうか。はい、西野さん、山根さん、すみません、今盛り上がってきたところなんですが、時間が来ておりまして、一応この会場は、一応このセッションは17時終わりということになっております。ですので水山さん、一言ご挨拶お願いします。一旦閉めないといけないですね。そうみたいですね。じゃあここで一旦閉めさせていただいて、でオフレコのところで続きやらせてください。それでよろしいでしょうか。一旦正規の時間が17時までなので30秒ぐらいしかないんですけれども、短い時間で締めさせていただきます。私ども集合知メカニズム研究会としては初めて今回サイエンスアゴラでセッションを企画させていただきました。目的としては集合知メカニズムというものをのイメージを皆さんに持っていただく。で、私どもいつも考えてるんですけれども、皆さんの方でもそれがどう役立つのかということに対して想像なりイメージなり期待なり夢なりを持っていただく。そしてもしできれば何かの機会にそれをまたフィードバックしていただいて、で私どもの活動に取り入れていきたいということでした。で、研究会では理論だけじゃなくて応用についても興味を持って進めております。なのでもし関心持たれたらそちらの方の活動にもぜひ何らかの形で参画していただけたらと思います。期待してたの倍かその倍かその倍ぐらいの方に今日は来ていただけてすごく喜んでいるんですけれども、ご参加いただきどうもありがとうございました。また勝手にここでみんなにも相談せずに勝手に表明してしまいますけれども、来年度もぜひ企画できたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこのズームでまだ議論ディスカッションを続けたいと思いますが、一応オフィシャルには こちらで終了とさせていただきたいと思います。皆様、本日はご参加いただきましてありがとうございました。